お疲れ様でですすの久保ですえ今回はね、私のメインチャンネルがアカウント制限をいただいたときに、一時的に1週間なりね、時には2週間退避するためのサブチャンネル、マスターマインドの方を紹介したいと思います。えー、何を紹介するかというとね、こちらの方、チャンネル登録100人になったんですよ。いやー、100人、183本の動画を投稿して100人ですよ。しかも、 数ヶ月に一回しか稼働しないチャンネルですから、本当にマニアックなチャンネルだということが言えますね。えー、でもね、メインチャンネル、今お送りしてるチャンネルの更新が、あれ今日はないなと思ったら、間違いなくこちらのサブチャンネルの方でやってますので、アットマーク、隠居 TV セカンドということでね、検索していただければと思います。こちらの方が即可塾セカンド。ただいま、ファーストチャンネル制限中と書いてますよね。<laughs> そんな形で言い訳させていただいております。 いやでも100人ですからね、一つの節目になったかなっていうのと、どのぐらいね、YouTube チャンネルが、あの、今ね、群雄割拠かってことが分かると思うんですよ。仮にも、1万7000人のチャンネルを運営してる私がね、一時的にとはいえ、サブチャンネルの方に行くと、ここまでね、チャンネル登録っていうのは増えにくいんですよ。もちろん私のお送りするチャンネルをね、もうちょっと、あの、 視聴者さん向けにすれば、もっともっとね、チャンネル登録者数っていうの増えると思うんですけども、私は別にトレンドを取り上げてね、再生数を稼いでとかね、したいわけでもないですし、チャンネル登録お願いしますとか言ってね、チャンネル登録をただ増やしたいだけではなくって、まあ私のこのね、あの、フリースタイルの発信に対して、まあ隠居の生活っていうのはどんなもんかなという風うに興味がある人だけをちょっとね、あの、同じコミュニティに入ってもらいたいなと思いますんで、特に 数字を伸ばすために数字を走らせているわけではないんですよね。うん、まあでも、時にはね、何か仕掛けていこうかなっていうこともありますので、その時は、また皆さんと一緒に講義だと思って考えていければなと思います。まあ、あ今回はそんなとこですね。えー、マスターマインド、そっか塾セカンドのチャンネルが100人達しましたよっていうことでございました。皆さんのおかげです。ありがとうございました。じゃ引き続きメインチャンネルの方もご支援、並びに応援、よろしくお願いします。それでは。